どうもどうもが生まれる。今回もコメント見ていきましょう。まずこれからありがとう。グリム関連だね。いろいろ言われてるけど、6章前半でグリム失踪して、そのまま7章前半まで見つからないまま、カグリオのおぼぼろ事件を解決して、7章後半でグリムが見つかって、8章でグリムおぼぼろすれば辻褄合うんじゃ？確かにね、6章でグリムがおぼぼろ枠っていうのはちょっと薄いかなって思うけど、確かに何章か？だから俺これ8章前も言ったけどさ、この8章がエピローグになるんじゃないかなって今最近ね、それが流行ってるね。もう意味わかんないね。最近ね、それがすごい推してる俺。8章になる部分がエピローグなんじゃないかなっていうのを推してるね俺。ハート、何言ってんだ。次ありがとう。グリムとオルトの元ネタまだ分かってないのですが、グリムの元ネタはヘラクレスのケロベロスで、オルトはオルトロスという説。ケロベロスは頭が3つで、オルトロスは頭が2つの兄弟の番犬です。検索で得た知識で申し訳ないのですが、ケロベロスは甘いものが好物らしく、食いしん坊のグリムに似た一面を持っています。ケロベロスは甘いものを前にすると晩をせずに素通りさせてしまうことがあるらしく、ちゃんと仕事して。グリムと黒い石と関連できないでしょうか。グリムがグレーの体毛に青い炎の耳をしていることから、ビジュアル面でグリムとイグニハイド量と共通する点が多い気がします。あ、間違えた。オタクすぎる量と共通する点が多い気がします。6章誰がおぼぼろするか分かりませんが、グリムの存在がかなり重要になってくると思われます。確かに青い炎ね、どうなんだろうね、関係あんのかな。やっぱりあれだよね、あのワンピースのミスター3も。次ありがとう。最初に戦ったグリムみたいなのにみんなのおぼぼろ要素が入ってて、そこにマレウス君みたいな要素が入ってるから、マレちゃんがおぼぼろした後にグリムがおぼぼろすると思う。みんなの考察面白すぎる。チムロさん全部好きやけど、一番声が好きなので、交換条件で私のミッキーみたいなガラガラ声と交換しません？遠回しにミッキーを傷つけるという高等技術を使ってる。すげえ。ミッキーガラガラ声？ガラガラ声って結構クリームシチューの上田さんみたいな、うん、そうなのよみたいな、ああいう声思い浮かべるけどね。ミッキーガラガラ声なのあれ。嫌じゃない？でもなんか酒焼きしたミッキーとか、今日は夢の国へようこそみたいな、嫌じゃない？ちょっとガラガラ声ミッキーは。俺の声と交換したい、いや俺の声と交換しても全然メリットはないからやめとき。次これありがとう。サムネ見て思い出したけど、プロローグで鉱山に化け物のこと話したのに、バルガスキャンプの場所を鉱山にした学園長が怖い。しかも学園長、プロローグでは化け物のことを信じてる様子だったのに、バルガスキャンプで出てきた化け物は嘘だと言って信じてないんだよな。ごめん、ちゃんと覚えてないけどさ、バルガスキャンプの時そんなこと言ってた？マジ？完全にウソップじゃん。次ありがとう。もしかしたら知られているかもしれませんが、数字の8の意味はリンネらしいです。オンボロ量の章があれば8章の可能性も高いですし、グリムがおぼぼろしてループすることもなくはないかもです。あとプロローグで学園長がそれまでの世界に別れを告げ、新しく生まれ変わるってすごく不穏なことも言ってたので、それも関係がありそう。なんか学園長変な宗教に入ってそう、金取られてそう、毎月15万円みたいな。次これありがとう。2章ののび太くんおぼぼろ後にマジフト大会に行く前、学園長、その前に皆さん、足元に黒い石のようなものが落ちていませんか？エースやデュースは、え、黒い石？学園長のですか？って言ってて、学園長、いえ、見当たらないなら結構です。のところの会話が意味深すぎて怖いんですよね。ちょっと冷たいね。なんか学園長最後さ、沢尻エリカになってるよね、別にみたいな。5章まで読んでから2章を振り返ってみると、誰も黒い石について気にしていないし、何も思っていないのに対し
学園長が黒い石が落ちていないか気にしているのがとても引っかかる。ここね、ここあたりじゃない、学園長なんか怪しいなって思い始めたのね。え、何考えてるんだろうね。黒石マニアかもしれないけどね、収集家かもしれないけど、コレクター、インディ・ジョーンズみたいな。次行きます。ありがとう。私は全て学園長の計画だったら嬉しい。学園長がコメントしてくれてる、ありがとう。次、ありがとう。ずっと考えてたんだ、学園長の目的について。学園長はきっとグレートセブンを蘇らせることが目的なんじゃないかなって。多分ヴィランの魂の資質を持った者にグレートセブンの魂を憑依させることでヴィランは蘇るんじゃないかな。普段の生活じゃそんなことできないけど、オーバーブロッドしてる時なら容易にできる可能性が高い。だってオボブロしてる時なら自我もなくなってるし、心もヴィランのような感じだから、もしそれを見計らって学園長がヴィランの素質を持っている者たちを意図的にオボブロさせていたとしたら、いろいろと説明がつく。一章の時もリドルさんのオボブロを止めることはできたはずなのに、あえてやらなかった。それに監督生を学校に迎え入れたのだって自分の目的に利用できると考えたから。あと本人は探してるって言ってるけど、監督生の帰り方を探さないのも監督生にまだ需要があっていなくなられたら困るからと考えると怖い。あと余談なんだけど、プロローグの時に学園長が変身薬を飲んでるけど、2章の途中でのび太さんが、ジャクテム、変身薬なんて五金製の魔法薬どこで手に入れたって言ってるのに、学園長が平然とそれを飲んでるのはおかしい、明らかにおかしい。とにかく学園長が普通の人じゃないっていうのは確定だな。うん、でもさ、これオバブロをきっかけに憑依させようとしてるのに、なんでやらなかったんだろう。今までできなかったのかな。面白いね、面白いところから続いてくるね。次、これありがとう。マレちゃんよくオンボロリを来るから、敵であるミッキーの鏡に危険を察知して鏡パリーンしそう。いや、ないか、強盗じゃん。もうただの強盗だよそれ。パリーンはなんかさ、オープニングで誰か鏡割ってたよね、あれ弁償したのかな。次、ありがとう。マレウスって確かツイステの世界で5本指に入るくらい強いんじゃなかったっけ。そんな人がオボブロしたら世界の終わりだと思うんだけど、そう考えるとグリムがオボブロするのはマレウスより弱そうだけど、残り2つイディアとマレウスのブロッドの塊の黒い石を食べるんだとしたら最強になるってことじゃね。マレウスのが相当やばそうだよね。マレちゃんがもう黒すぎて赤みたいな、なんかそういう風になりそう。終わります。